こんにちは。日本のマスコミではあまり報道されていない、だけど知っておくべき世界のニュースを分かりやすく解説するコーナー、ニュースチューブです。世界の経済や株価 FX に影響を与えそうなニュース、また世界の平和を脅かすようなニュースの表話とたまに裏話もお届けします。はい、今回はですね、中国が世界を支配するという最悪のシナリオが現実化しつつあるというお話と、自民党が、日本の自民党が韓国にぶち切れというニュースと、その解説、また裏話をお届けしたいと思います。ちょっと大丈夫ですか？というわけでね、神尾 TV というこのチャンネル自体も結構踏み込んだ話もしてますね。消えるかもしれないので、万が一の保険のためにですね、またの方はぜひ神尾より公式メールは登録しておいてください。お願いします。動画用に貼っております。万が一消えたとしてもですね、すぐチャンネル復活させますけども、最初の頃は検索をしても出てこないと思いますので、その時はメルマガで URL を送らせてもらいますので、登録しておいていただければと思います。お願いします。中国が世界を支配するということでですね、2021年もう来年ですけども、世界の中で中国だけが圧倒的成長するとまあねいうことが IMF のレポートで明らかになったという衝撃のニュースです。マジで？はい、 IMF が言ってんの？言ってます。中国じゃなくて？中国ではない、だから国際機関が言ってるところね。へー。経済と金融の、まあ、両巨頭、二大国際機関ともいえる OECD 経済協力開発機構と IMF 国際通貨基金がですね、発表したところによると、G7 と G20 の財務大臣中央銀行総裁会議の開催に合わせてこの調査レポートを発表したんですけども、それで言うと、まずはですね、直接的には書いてないんですけども、そのレポートがもうどう考えても匂ってくるのは、新型コロナウイルスの影響で世界情勢が劇的に変化していて、世界が大きな危機に直面しているということですね。これはまずもう分かるということです。なるほど。その中でも、ただそんな世界になってるんですけども、一つだけ見逃せないのはですね、中国経済が今驚異的に経済回復しているという実態が明らかになりました。 IMF によるとですね、中国はこの今年2020年、先進国とか他の新興国のようになんとマイナス成長に転落しません、加えて V 字回復軌道に乗ったので、来年の GDP は15兆8000億ドルに達します、これはアメリカの GDP の 75% に相当すると。へー。だからもうアメリカの4分の3ぐらいの経済規模になるということです。もう来年にすごいね、一気に伸びたということです。伸びたの、逆に伸び、すごいね。もう少し詳しく言うと、 IMF は中国の成長率を今年がプラス 1.9%、 来年がなんと 8.2%、 すごいね、という連続成長を見込んでます。そしてここで注目すべきなのはですね、もう数ある先進国、新興国の中でですね、中国だけは今年唯一マイナス成長にならなかったんですね、あと全世界全部マイナス成長です。そうですね、中国だけがプラス 1.9、まあ、成長するということね、その勢いは来年も続き、来年はインドもプラス 8.8% です、まあ、インドは世界一発展するんです、成長するんですけど、それに次ぐ2位の成長率になるということですね。なるほど。この結果、先ほども言いましたけど、中国の GDP は来年2021年15兆8000億ドルに達すると。一方、アメリカの GDP は21兆2000億ドルです。これによってですね、リーマンショックが起こった2008年の時点で比べると、中国、アメリカの 31% くらいだったんですね、GDP の規模。それが来年には 75% に伸びると。倍ぐらいになっちゃった。うまいね。この11年で。アメリカの3分の1にも満たなかった、その経済規模だった中国が、まあ、1回目、このリーマンショックを跳ね飛ばし、コロナショックを跳ね飛ばして、なんとわずか13年でもうアメリカとかなり競るとこまで行っちゃったと、ね、行くということですね。伸びを見とったらもうあと10年も経ったら抜いちゃうよね、急拡大してるということですね。一応今のところで言うと、中国の経済成長は世界成長の落ち込みを防ぎ、まあね、中国も当然需要があるので売れるので、回復する原動力になるとは一応見えますよね、それでこの IMF の発表を受けてですね、中国外交部の張さんって方も記者会見で、中国経済の状況が徐々に安定化していることが世界経済にとって朗報であることは間違いないと堂々とコメントしております、自信を持って言っているということですね。ただもちろん、それ中国がこれによって国際貢献してくるだろうと思うのはなかなか難しいですね。そうですよね、まあ、ずっとね、このニュースチューブで言ってますけども、中国が例えば南沙諸島に基地作ったりとか、まあ、明らかに他の国の領土っぽいところに基地作ったりとか、
香港のね、香港もまあなんて言うんでしょうね、こう民主化を邪魔したりとか、いろいろしてきましたし、まあ、ずっと台湾には戦闘機飛ばしてますし、そうですね。まあもう世界各国で、まあ、一帯一路もあります。世界各国にもう進出しようとしてるわけですからね。そしてですね、中国の経済が伸びれば伸びるほど軍事費もアップしてるわけですけど、今回一気にまた伸びるということで、また一気に軍事費を上げるかもしれないですね。なるほど。そのような経済力を背景に中国の勢いがさらに加速していく可能性が高まってきたということです。そうなればですね、まあ例えば台湾とかもいろいろなところで今問題を起こしてますけど、本当の武力衝突が起こる可能性も全然出てくるということですよね。中国はだって経済的に余裕があるわけですから、そうですね、で韓国は余裕がないわけですからね、ということも起こりうるかもしれないというリスクは出てきたということですね。なるほど。そしてアメリカも EU もコロナの影響とか財政難などでだんだん中国を抑えきれなくなる可能性が出てきているということですね。別の動画でも言いましたけれども、アメリカとか EU とか、まあ、日本も他の国もほぼ全ての国そうなんですけれども、借金でいうともうすでに現時点でも第二次世界大戦以降で最悪の水準になってます。だから全く余裕がないわけですね。でも中国は伸びてるから余裕があるということです、そうですね。もっと言えばですね、もし11月3日に行われるアメリカ大統領選挙の結果バイデンさんとか民主党が勝ったとしたら、よりアメリカは一気に中国用になると思われます。トランプさんも明らかに中国を嫌いというか敵対してましたけど、そうですね、まあ、民主党はどっちかというと中国寄りなので、一気に中国寄りになるかもしれない、となったら中国はますます力をつけます。はい。そして一応公式というか一般的に言うと、コロナウイルスは中国の武漢から発生して全世界に広がっていきました、広がっていったわけですけど、その中国は最終的に独り勝ちする可能性が出てきたということですね。なるほどね、すごい底力のある国やねIMF がほんまのこと言ってるか分からへんけどね。まあでも経済成長するのはまあしないのにするとはなかなか言えないわけだ、ね、まあそうだね、というわけでちょっと怖くなってきたということですね。なるほど、なるほど。もちろん日本にとってみれば地政学的リスクから考えても、中国の経済力が高まるってことは単に経済の相手として怖いだけじゃなくてね、軍事的にも怖いわけですから ね、というのもあるということです。というわけでちょっと来年また怖くなってくるかもしれないと思います、では次のニュースです。自民党韓国にブチ切れ。何言ってんの自民党で切れたのというのもですね、ちょっと珍しいっちゃ珍しいんですけど、自民党がですね、韓国内の、まあ、徴用工問題なので日本資産が現金化もしされたとしたらサムスの日本支社売ってまえって言いました。はあえマジで、はい、そんなん言うたん、自民党がですね、韓国の大法院、まあ、裁判所で徴用工問題の判決で差し押さえられたその日本企業の資産が現金化された場合ね、今差し押さえられて現金化するかどうかなっていますけど、もし現金化された場合、その報復措置として、東京にある在日韓国大使館及びサムスン電子日本支社の差し押さえを日本政府に要求しました。へー、韓国の日刊紙朝鮮日報が報じております。マジで、はい、へーすごいね、なんか普通になってるやん、なんか珍しいというか、なんかちょっとね強気というか、まあ、ある意味普通のことです、ね、普通ですよ、普通、今までそんなことなかったわけですよ、なよなよしとったのにね、お呼び越しやったわけですよね、で一応、この朝鮮日報によると、日本政府は、まあ、自民党が日本政府に言ったわけですけど、日本政府は法的な検討を行ったらそれはちょっとさすがに無理だという立場を伝えたんですけども、自民党は依然として強硬対応を求めていると伝えております。なるほど。で実際に複数の外交消息筋によるとですね、自民党の中でも強硬派はこの韓国の大法院判決で差し押さえられた日本企業の資産が売却された場合もう断交すると、断交っていうのは国際間の交流を断つことですね、だからもうかなり最終段階まで行ってもいいという指定も示して、それを辞さないほど強硬に対応すべきだとして、東京にある韓国大使館とサムスン電子支社に対する差し押さえ案を報復措置として要求したと明らかにしています。だから実際これ朝鮮日報を報じただけじゃなくて消息筋も言っているということですね。まあもちろんね、
韓国大使館は外交条約に基づく治外法権トップなんでね、あれ韓国の領土になるんで、そんなことはできないですし、うん、サムスン電子支社は徴用工問題と何の関係もないんで、うん、もう差し押さえるのはさすがに実際は無理ですけどね、事実上不可能ですけども、まあ、そういうふうに言ったっていうことはちょっと変わってきたってことです。うまいね。なん言ってもええっていう雰囲気になってるっていうことですよね。そういうことですね。うん、で実際日本政府もですね、法務省とか外務省が法的検討はちゃんとやったらしい、やったらしいですね。さすがに自民党が要求した対抗措置は日本国憲法および法律に違反しているので難しいって立場を示したらしいんですけど、まあ、一応検討もしたと。まあ、確かに何の関係もないんで無理で、無理なのは分かりますけど、まあ、言ったってこと自体はちょっとね、すごいことですね。韓国では合法なんだ、それは。うん。うん。徴用工のやつが、まあ、犯罪やったっていうようなことから、そうですね、もちろん。ようなだって裁判所が決めたことやから。なるほど。うん、でも それ自体、それやられたことが、もうそれ、韓国による犯罪によってこっちはっていうふうにできるのかな。まあ、現行の法律的には難しいが、法律改正できますけどね、もちろん。なるほど、なるほど。うん。うんまあ、今までやったらもうそんなん韓国に一切物言わなかったわけですから、ちょっと言い出したっていうのはちょっと変わってきたんじゃないかっていうことですね。ホイホイお金払っとったわけね。ホイホイお金払ってたわけね。いや聞こえないから聞き直したんじゃないんですか。なんでこんなに韓国に弱いんですか。弱かったんですか。ですか。なんで日本政府は中国と韓国に弱いんですか。中国と韓国に弱いんですか。そこは言わないんや。ねえ、なかなか危ないですからね、うん、実際ですね、まあ、これはまあ一種のまあパフォーマンスでパフォーマンスですけど、実際はですね、もう日本は例えば転職官とかもそうですけど、韓国に対していろんなフォローをいっぱいしてるんですよね、うん、だからそのフォロー全部外したら一気に潰せますんで、うんうんうん、本当はそっちの方が手っ取り早いしね、そっちは法律に基づいてるわけじゃないんで、うんうん、まあ、まだそこまではいかないという感じですかね。なるほどなるほど、うん、だから優しいしてるんですね、まだね、うんうん、例えば、まあ、韓国のですね、政府系銀行とかってあんまり財務状況良くなくて、うん、信用度ないんで、それなんか知らんけど日本の銀行が信用保証してるんですよね。そういうふうに保証してるんで、例えばそれをやめるとかもできるけど、うん、そしたらもう全然動かなくなるんでね。なるほど。まあまあもちろん手段いっぱいあるんで、別にサムスンとか抑えなくてもいけるんですけど、うん、まあいずれにせよですね、ちょっと強気になったから、まあまあある意味これはどこの国も普通にやることですからね。そうですね、またちょっとずつまともになってきたかなということで、このニュースを取り上げさせていただきました。何があってまともになったんでしょうね。それは総理変わったからね。でしょうね。まあそれは一つあるでしょうね、うん、え、なんで安倍さんはそう官報に気遣ったんですか。ん、何でですか。ねえ、もう絶対聞こえない声出てない引き続きこのコーナーでもその辺の最新情報をまたお伝えしていきたいと思います、うん、まあ、特に、ね、中国の動きですねは引き続きまた追っていきたいと思います、うんうん、また何か緊急なことが起これば日本株 FX など大暴落につながるような超やべえ動きが少しでも出てくればすぐに紙を公式メルマガで緊急速報を出したいと思いますので、まだの方は登録しておいてください。はい、これからもですね、神尾さんの疑問を追いかけていったら真実が見えてくるようにやってますんでチャンネル登録もお願いします。この動画が良かったと思われた方はぜひいいねお願いします。動画概要欄にこの動画に関する詳しい説明も書いておきますので、復習の意味を込めてぜひ一度見てみてください。それでは今回も見ていただきましてありがとうございました。これはですね、まあ、ニュースというよりちょっとさすがなんていうかな、アメリカ人はユーモアに富むなっていうようなお話が、うん、ニュースがあったのでお伝えしておこうと思うんですけども、うん、まあ、アメリカのですね、在日海軍司令部の方がですね、あるツイートをしたんですね、うん、それは、まあ、日本語直すとごきげんよう皆さん、うん、今日で9月もおしまい、すっかり秋めいてきましたね、フィリピン海を航海する空母、うん、ドナルド・レーガンの上空を渡り鳥たちが群れをなして飛んでいきました、かっこ本当は艦載機たちですが、っていうツイートをしたんですね、うん、っていうツイートに対してですね、あるツイッターのユーザーがですね、まあ、日本人の方がこの、うん、在日海軍司令部の方のツイートに対して、アメリカの皆様ドナルド・レーガンを日本にくださいってコメントをしたんですよ、うん、そしたらですね、この司令部はですね7分後にやだって回答したんですね
ユウマに飛んでないですか。ユウマに飛んでるかな。だって海軍司令部ってことはめちゃくちゃ偉い人ですよ。あ、うん、確かに。その人がまあこのね、誰々を飛んでるけどこれは鳥に見えてこれは飛行機ですよって言ったりとか、うんうんうん、日本人がこのフランドデーが最強の空母なので暮らされたら嫌だって言ったんですよ。怖い軍人さんに見えてちょっとユーモアがあるかな。なるほどね。ちょっとほっこりするお前ね。お話ですね。日本人のね、うん、その将校がやってるって絶対ないもんね、うん、そして日本やったらいやなんかもうすっごい丁寧な文章で断るんですよ。申し訳ございません。こちらは何か税金で買ったものですので。真面目か。全部丁寧に断るっていうのやってみよう。